僕は好きなのディアスキンですね、素材感は。とにかくこのジャケットね、万能だと思うので、長年楽しみにしていただくアイテムになっていくと思います。はい、どうも、早稲田流星です。ですね、今回レターズのね、ご紹介っていうのがね、少しちょっと遅れちゃいましてね、商材が揃っておりますので、今回ちょっとメインジャケット紹介しちゃおうかな。あらららら、そうですね、やっぱレターズといえばですね、まあ、代名詞となる、まあ、ウエスタンっていうね、やっぱそういう、まあこうね、ブランドのコンセプトとして、やっぱそのウエスタンのやっぱねこうディテールをね落とし込んだアイテム、そしてラインナップっていうのがね、やっぱレターズの特徴であると思います。そうで、そちらのね、今回まあ注目、すごくね、今回デリバリーでも注目されてたレザージャケット、意外とねもう残りわずかというか、実はラスト1点なんですよ。そちらの方ね、今紹介しとかないとね、動画撮れなくなっちゃうので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、でこのバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますバースデーの、YouTube チャンネルとなっております。毎日19時に更新してるんですけど、主に商品の紹介ですね、スタイリングの紹介、そしてねシルバージュエリーのワカンシルバースミスっていうブランドと、トゥアレグジュエリーなどのラインナップのご紹介、そして、構成のサロマですね、お香とかも制作しております、そういうブランドです。で、e バイクアルコンスーパーセブンティースリーのね、走行動画レビュー動画などを毎日19時に更新してますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをね押して、過去の動画もぜひ見られてみてください。はい、ではじゃあちょっとね早速ご紹介していきましょうか。ドドンドド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 ドン、うわーかっこいい、サンジップジャケット、いいっすね、レザーでございます。はい、はい、まあこのレザーのうんちくに関してはね、後ほどちょっと簡単にさらっとご説明させていただきたいなと思うんですけど、このね昨今、ここま数年ライダース流行ってたじゃん。結構うちでもレザーってすごく当たり年だったね、シーズンが、まあ、去年おととし、まあ、2,3 年前までね、結構ねライダース、いわゆる、まあ、今こうイメージされるブラックのねシングルだったりとかダブルのライダースっていうのはね、結構どこのブランドからも結構提案が多かったです。結構黒飽きてんじゃないですか皆さん。うん、確かにちょっと違う色も気になるかも。そう、結構持たれてる方って割と多いから、もちろんねファーストジャケットでレザーをねちょっとライダース買いたいっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけど、結構ねバースデーのお客様だったりとかって結構持ってる、まあバースデーといえばみたいなマストアイテムでね、やっぱライダースって結構提案してたんですけど、今回はですねライダースと打って変わってウエスタンジャケットのレザーですね、レザー素材のアイテムをレターズから制作されております。うわ、前も後ろもかっこいい。そうなんですよ、まあ、ここら辺のねちょっとうんちくをね兼ねて今からちょっとご紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、では早速ちょっとね形とディテールを見ていきましょう。素材も見ていきましょうか。はい、今回は、ウエスタンジップジャケット、もうまさにねウエスタンのフロントがジップになってるタイプのね、レザージャケットになっております。70年代をね、まあ、彷彿させるね、レザージャケットの、ねまあ、ディテール、結構ね70年代のファッションとかお好きな方とか古い古着をねお好きな方はね見てちょっと、あここが70年代なんだって分かる方多いと思うんですけど、まあ、分かりやすいところで言ったら襟っすよね、襟の形、これ70年代のねやっぱディテールなんですよ。なんかこう僕ネットで検索したんですけど、本来 40s 40年代、はいはいはい、40年代の襟の形を彷彿させるようなデザインが70年代は結構主流だったのかな。そういうねデザインを、まあ 70s 代のね70年代の雰囲気を、ね、彷彿させるような襟ぐりだったりとか、あとシルエットでね今回はレターズのレザージャケットをご提案されております。もうね色といい形といいディテールといい、もう全部かっこいい、もうこれはもうめちゃめちゃかっこいい。そう、基本的になんかこうレザージャケットってね皆さん結構ライダースをイメージされる方ってすごく多いかもしれないですけど、このウエスタンレザージャケットってもうほんとね細かいディテールにすごくこだわってるのよ。カッティングだったりとかポケットの形、そしてねまあジップももちろんいいものを使ってます。そして裏地っすね、
ベースのフロントはチョコレートカラーなんですけど、裏地はちょっとグレーっぽい感じ、うんうんうん、そういうちょっとね素材感のめちゃくちゃいいね裏地だったりとか、あるいは後ろのバックステッチですね、こういうウエスタンのステッチだったりとか、あとはこのプリーツですかね、プリーツだったり、細かいところまでね結構ねすごく細部にこだわったねディテールを施してある、そういったねあのデザイン性の高いレザージャケットとなっております。結構ライダースをねもうすでに持ってるっていう方とかもね、こういうのはなんかこうまたちょっと別アイテムで欲しくなるアイテムじゃないですか、レザーは。確かにレザーといえど形がやっぱり全然違うからですね。男のロマンなんですよ、もうとにかく。そう、なんかこうこういうのをアップデートされてったらますます欲しくなっちゃうよね。そう、なんか結構レザーってさ割とファッションの中では価格帯が結構しっかりする値段じゃん、うんうん、そう、でもやっぱこういうしっかりする値段だからこそ1個買って満足される方って多いですけど、こんなん出されたら満足しないですよ、また欲しくなっちゃうじゃないですか、うん、まあ、そういうねあの洋服作りをされるレターズの向田さんのねやっぱエッセンスっていうのがすごく僕はね詰まってるのではないかなと思います。結構こういうね襟の部分と結構大きなねこういう長い襟の部分と、あとこの開きっていうかな、こういうの、そうですね、なんかちょっとラペルっぽくなってるっぽい感じになってるっていうのもまあ特徴になってます。そして、皆様気になってたのが気になってたかちょっと分かんないけど、あの僕は好きなのディアスキンですね、素材感は。そう、ほう、ディアといえば鹿革か、はい、今回はね、ニュージーランド産の鹿革をね使用してます。鹿革のね特徴を分かりやすく言うと、あのもちっとしたこの質感、ほう、あのレザーの中でも、カシミヤに一番近いと言われている触り心地をするのがこのディアスキンの特徴です。へえ、カシミヤに近いってことはすごい肌当たりがいいってことですね。ふわっとしてるんよね、もちっとしててふわっとしてて、結構ねこれねレザーの中でも俺は不思議な質感やと思う。あ、レザーといったらバキみたいな、確かに硬いとかタフとか、そういうイメージがあるじゃん、柔らかいんよ。へえ、そう、それがねすごく特徴だと思います。あとはその絞の出方だったりとか、結構ねその、うん、まあ、いわゆるそのなめす人タンナーさんっていうんですけど、その鹿革っていうのは基本的にやっぱその野生の鹿とか王子鹿とかになると傷がとにかく多いので、その製品にしにくい部分もやっぱあるらしい、うん、なんか 職人泣かせの革って言われてるぐらい、やっぱそのちょっとこう扱いがしづらいというか、旦那さんからするとね、そういうね革となってるんですけど、ものすごいいいクオリティと肌触りと、そしていいデザイン、それでね全部仕上がったねこのレターズのウエスタンレザージップジャケットですね。そう、こちらの方はねもうほんとねすごいね完成度がめちゃくちゃ高い代物となっております、商品となっておりますね。はい、ではちょっとね僕は早速着用していきましょうか。ちなみに僕が着用するサイズは M サイズになっております。はい、ではじゃあ早速着用をどうぞ。はい、私が今回着用してみたのはこのウエスタンジップジャケットと、すでにパンツ履いてる、ウエスタントラウザーズですね。そう、こちらのねレターズの上下で着用しております。なんかいつもね僕デニムだったりとか黒の細いデニムだったりとかインディゴのデニムで合わせてるんですけど、今回ちょっとスラックスで合わせてみました。このスラックスまだ紹介しないもんね。してないでーす。はい、じゃあちょっとまたね次回の動画でね、あのまあ、次回というか後々の、ね、動画でご紹介しますので、よかったらお楽しみにされておいてください。このウエスタントラウザーとめちゃめちゃかっこいいです、うん、形がいい。今回はねこっちのご紹介上ですね。そうなんですよ、なんか普段と違ったちょっとこう綺麗めなレザーのスタイル、すっきりとした、スラックスと合わせるだけで雰囲気も全然変わります。とにかくこのジャケットね万能だと思う。俺はデニムで合わせてもかっこいい、インディゴブラック、そしてスラックスで合わせても、そういうちょっとねこうふわっとして柔らかい感じなんだけど、全体的にはこうねちょっとこう男臭いようなアイテムでスタイリングをしております。でも柔らかいよね、やっぱパンツがこういうスラックスになるだけでね、なんかこう大人のなんでしょうね、余裕を感じるというか、余裕感じるよね、うん、マジで。ライダースの男臭さ、ライダースの男臭さとはちょっとまた違うですね。そうですね、本当それはめっちゃ感じます。なんかライダースってどっちかといったらバリッとね
ちょっともう、うん、本当に男臭い、なんかハードなイメージですけど、うん、もうまさにですね、なんでしょうね、こう年いい感じに年齢を重ねた渋みのある大人の男臭さというか、うん、これがまた黒だったら変わってたもんね。確かに、そう、これチョコレートカラーなんで、うん、またやっぱこういう大人なね風合いで楽しめてるんじゃないかなっていうのもカラーのポイントではあると思います。で、着用に関してはですね、全体的にほんと楽、とにかく、うんうんうん、そう、なんかディアスキンってやっぱね、もちもちしてる柔らかいんよ、着てても、うんうん、そう、だからね、あんまりこれ多分そのまあ結構僕ね、レザーといったらやっぱライダースのイメージが強い方多いと思うんで、レザーとライダースと比較しますけど、ライダースって割とタイトでバチッと着る方多いですけど、これバチッと着なくてもいいんじゃないかな、ちょっと甘く切るぐらいでもすごくかっこいいと思いますよ、うんうんうん、そう、僕 M サイズ着用してるんですけど、身長が175センチの60キロですね。そう、細身の体型をしております。そう、それで M サイズってこんな感じ、ちょっとリラックス感、確かに。でもですね、肩の位置とかは別にあれですね、落としてるわけではなく、結構ジャストでバチッとはまってる感じですよね、うん、で、身幅がちょっとゆとりがあるような感じですかね。だからなんかこう、うん、まあ、言っちゃえば冬は中にしっかり、僕 T シャツしか着てないんで今、うんうん、中にしっかり着込んで冬アウターとしてちゃんと楽しめるようなね、まあ、サイジングにはなってると思います。そう、すごく、ね、うんうん、かっこいいアイテムですね。確かに、本当なんかニットとか結構レイヤードもかませそうな余裕を感じますね、うん、この感じだったら全然かませると思う、うんうん、正直な話。結構レザーってあるじゃないですか、真冬一番上にちょっと着づらいというかありません？なんかほらレザーって結構あるあるなのがさ、保温性ないのよ。皆さんね、これ誤解しないでほしいんですけど、風通ししないです、ただ保温性ないんですよ。確かに防風性はあるんですけどね。そうなんですよ。だからこそね、やっぱこうレザーの中っていうのはしっかりね、まあニットだったりとかシャツとかで結構ねあったかいものをね、あの合わせていただくっていうのが、まあスタイリングとしてはマストになってくると思います。そう、ただね、やっぱそのレザーをインナーに使うのはすごくもったいない気がするよね。うん、やっぱ一番上に着てなんぼのものだと思ってるんで、そういうね、このウエスタンジップジャケットも本当そうだと思います。これオーバーサイズのコートを上からかますなんてちょっともったいないことはしたくないです。うん、そう、やっぱ1枚というか一番上にね着用できればね、すごくかっこいいと思うので、そのためのねネックウォーマーだったり、あちゃちゃんそういうものがね出てるんですけど、ちょっとこちらね完売しちゃって、またね再入荷の目処が立ちましたら、ね、YouTube の方でご報告させていただきます。そういうね、あのルックで、レターズのルックとかご覧になった方はね、こういうネックウォーマーとかとのね合わせもめちゃくちゃすごくかっこいいと思うので、そういうスタイリングで合わせていただいてみてはいかがでしょうか。もう普通にね、中にタートルネックのニットだったりとか、そういうのを合わせてもらっても全然かっこいいと思います。はい、まあ結構ね、すごく語れる、もうまだまだ喋りたいことってすごく多いんですけど、結構ねしっかり語れちゃう、そしてなおかつね、そのライダースと違ったまたね新しい新鮮なこういうウエスタンのジップジャケットね、そうレザータイプのディアスキンですね。これのこの質感はね、ディアスキンって結構まあめちゃめちゃあるわけじゃないんで、どっちかといったら主流はまあラムシープとかカルレザーホース、うん、ここら辺の方がね結構ね実際に見たことある方とかすごく多いと思うんですけど、このディアの質感ってとにかくいいんで、そうぜひこれはね、まあ着ていただいて、あるいはねご購入いただいて、長年たしなんでいただくアイテムになっていくと思います。ぜひねよかったらねご検討されてみてください。今年のねあの一押し冬アウターの一つでございます。はい、じゃあこんな感じでね、今回はレターズのライダー、ジップウエスタンジップジャケットですねのご紹介をさせていただきました。はい、あとちょっとで1000人なんで、よかったらねチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。最後までねご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。